群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年4月2日土曜日です。桜が咲きまして満開ですがとても寒いですね、えー。今日は前橋刑務所の赤レンガの塀を撮ってきた映像を流します。これは2月の寒い日に映してきましてやっと動画にあげることができました。タルタルリアの 関係の塀なのかなと思って撮ってきたんですけどよくわかりませんあの 刑務所を移す前にですねあの、前回、そうですね、1週間以上前かな、えー、ウクライナ大統領はゼレンスキーはホワイトハットなのかなっていう動画を作ってあげたんですけども最初見られたんですけどね何日かしたら削除されていましてあれどうしたのかなと思ったら。うん あのねなんか暴力を美化したり扇動したりしてるからということで削除されましたえーちょっと私には心当たりがなくてですね皆さんもよかったら私ランブルにもあのアカウントを持っていてそこへその動画を丸ままアップしましたので見ていただいてどの辺が暴力を 美化したり先導したりしているかここじゃないかなっていうのを教えていただけるとすごくありがたいですなんかもう一回違反したらね一週間バンするよって YouTube に言われてますでも群馬の由美子は一週間バンされても何の影響もないかもしれない <laughs> なかなか大変ですね一週間に一本あげるっていうのはねはいではそういうことであの 概要欄にランブルのページをリンク貼っときますので見てくださいあのねなんかねコメントもいただいててそれで見られなかったコメントもあったんですよでちょっとだけその自分の何て言うんですかね YouTube のこう動画を管理するところからちょっとだけ見られるんですよそのコメントがね私がチェックできなかったコメントがでなんか女性の方がねなんか書いてくださっててね ただ悩みは「てんてんてん」みたいな,な,な何かしらこの方の悩みは何かしらっていうついに私にも悩み相談が来たのかしらいろいろ考えちゃって <laughs> 皆さんどうもありがとうございますあの見てくださいでそれでね位置的には平成大橋っていうのが利根川にかかっててこれのすごく近くです あの広い道路が通っていてですねえっとその橋の向こう側にはサザンメイドカフェっていうのがあるんですけどこれがねすごいおいしいドーナツ屋さんなんですよなんかねアメリカ人の老夫婦があの素材にこだわって体にいいドーナツをドーナツだけどね <laughs> アメリカ人ドーナツ好きだから体にいいのでって 作作ろうっっっててんででたす確かにね多分油が違うと思うんですね食べた後にこううわ食べちゃったっていう感じがないんですよねもうミスドみたいな感じじゃないんですよ多分油が違うと思うまあでも結局ドーナツですからね <laughs> あの小麦粉だからんなんてグルテンがね体に悪いかなっていう感じがするんでそんなには食べませんけどもでも美味しいですあの 流行ってますね皆さん健康志向になったんでしょうか。えー、っと、それで位置的には県庁から南へ下ったところですね。それでね、50代の男性に聞いたんですけど、昔はなんか畑だったって言ったかなの中にポツンとその刑務所があって、レンガの塀があってね、何もなかったって言ってました。で この平成大橋っていうのをかけることになって道も整備してで急に開発されてもう今ここすごい通りの激しい道路でもう住宅街ですねあの大きいマンションとか建ってて見たら「竣工平成元年」って書いてあってだからこの平成大橋かけるので一緒に作ったんだなと思 平成,ね平成3、平成天皇って、なんかね、平成の時代が、まあ、そういうことはいいやね。一応、前橋刑務所がどんなところかっていうと、収容分類級 B 級、再犯者、暴力団員の短期処遇を目的とする男子刑務所だそうです。収容定員は716人。えっと 1888年明治21年前橋監獄として開設翌年の1889年明治22年にかけレンガ積みの塀が整備されたということになっていますそれでえあとはですね 1888年明治21年建設で木造の旧雑居房は骨格こそ様式の手法を取り入れながら日本家屋のようなえ瓦屋根の外観と日本式の官房を備える過渡期の建築であり現在は博物館明治村に縮小移築されている。 建設時の全体レイアウトは監視塔を中心に4棟の極斜が放射状に配置されるという当時アメリカで研究されていた刑務所構造を取り入れたセンクレーであった外堀に囲まれた赤レンガの正門、えー、外壁は開設当初からのもので細やかな部分に衣装が凝らされ地元出身の詩人萩原作太郎の詩の題材ともなった。 旧網走監獄と並んで古典的な監獄のイメージにふさわしい外観やかつて長期受刑者の収容先として知られた歴史などを併せ持ったことで映画のロケーションなどにも多用されている部分改築を受けつつも改築後120年にわたり強要されており群馬県近代化遺産に指定されているということですこれはウィキペディアから読んでます それでその博物館明治村というのをちょっと調べてみましたら愛知県犬山市にあるテーマパークだそうですえっと通称明治村敷地面積が大きく日本のテーマパークとしては同じく名鉄インプレスが経営するリトルワールドについて第3位 歴史的建造物の多さやその広さからドラマの撮影やアニメのモチーフに頻繁に使われているそうです始まりはえと戦後の急速な経済成長の陰で失われつつある明治時代の建築物を残したいっていうことで谷口 吉郎さんこの人はえと建築家でえそれと土川元夫さんこの人が名鉄名古屋鉄道の会長さんだそうですこの2人がえと高校第四高等学校旧姓第四高等学校っていうのは金沢の高校 で同級生だった2人が、えー、これを残そうっていうのであの始めたそうですこれは意外になんかタルタリア建築を残してるのかもしれないですね面白そうこういう犬山にねこういうところがあるんですってうーんそれでねえー、確かに前橋 前橋監獄雑居房も残っておりまして江戸時代から続く監獄の形式に西洋技術をプラスって言うんですけどもう全く木造建築のものがレンガの壁の中にあったんですね。そんなことで えーま、ただただ周りを歩きながら撮ってきた映像です。えっと、うん、ちょっとね、私もこれ、これを全部見る人がいるのかしらと思いながら、とりあえず全部流します。裏の方から行って、正門へ、えー、ぐるっと回って正門があって、でちょっとこの正門の辺でね、 あのこのレンガ古いやつなのか何なのかなとかいろいろ見てみたけどうんよく分かりませんただただ撮ってきました見たい方はどうぞご覧になってください私はお先に失礼しますではごゆっくりどうぞ。